共同西日本のウェブをご覧の皆さん、こんにちは。せーの、セブンジュクです。ボーカルの七重です。キラキラドラムのマイコです。ギターのミチルです。ベースのケイタです。私たちセブンプスは7月30日にニューシングルスタートラインをリリースすることになりました。ありがとうございます。この曲は読売テレビ日本テレビ系テレビアニメ金田一少年の事件簿リターンズのエンディングテーマになりましたので、ぜひ皆さん聴いてみてください。じっちゃんの名にかけて。そして、セブックス8月13日にセカンドアルバムスタートラインを発売すること決定しました。そして、このアルバムを引っ提げて全国ワンマンツアーもやっちゃいます。その名もセブックスのウププナツアー2014夏やさハルマインドです。これはもう夏が始まるよーっていう沖縄の方言でつけたタイトルになってますので、ぜひ皆さんと一緒に盛り上がりたいと思ってます。場所が8月30日九州地区だと8月30日の土曜日長崎ドラム B7、 翌日8月31日日曜日は福岡のドラムロボットになってますので、ぜひ皆さんセブプスと一緒に夏を楽しみましょう。皆さん遊びに来てください。以上、セブプスでした。バイバーイ。